キラでございます。さあ今日は久しぶりのマリオカートやっていきたいと思います。よろしくお願いします。今回の企画はですね、10レース以内に1位取ることができなかったらサルビアック最後のレースの順位分いただきたいと思います。まあ余裕でね1位取れると思うんでやっていきたいと思います。前回の動画で皆さんからいただいたコメント紹介させていただきます。まずオレガレアルさん、コアラ上手くなってるけどそれ以上にポンピーが上手くなってるということです。まあ私もね、もちろん毎日あのマリカ実況者の方の動画見てますし、前回コラボさせていただきました。そこでほんと吸収したエキスを胸に今回戦っていきます。続いてナポリさん、マジレスするとポンピーがマジ上手すぎる、ゲーム全般それでも必死に食らいついていこうとする気持ちを見せ、2位にマジでかっけーよということです。ありがとうございます。今回もかっこいいレース見せていきます。皆さんコメントありがとうございました。さあポンピーが入ってきたのでここからやっていきたいと思います。まず僕はチョイスするのはマリオサーキットにします。さあ1レース目 GBA マリオサーキット、俺前張りで行こうと思います。よろしくお願いします。私は打開します。はーい、ここですオリジナルで行きました。1レース1レー1ラップ目はしっかりやっぱコインを取りたいとこだけどね。ちゃんとダッシュ版ね。でここもしっかり決めて、次どうしようかな。これちょっと外でアウトコースでコインもらっていきます。でダブル入れ替えて、クラやだねそれ、クラやだ、あー来ちゃった。いやリカバって手続きしてそれ座れたか。オッケー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 、そのブメ怖いよ。アウトコースでコイン回収で、ここアイテムしっかりパックン履こうか。これパックン履いて、履ききれん、ちょっとやぶだ、これ絶対ダブル。オッケー、キノコか、悪くはない。で血付けして上がって、ちょっと後ろ、あ危ねえ、そのバックスの怖いよ。でトゲ来てる。さあ1位は赤い回避あるか。オッケーオッケー、いい感じ。さあさあ来た。さあこっから、え終わった、次のアイテム重要。えいい感じじゃないこれ、マジであるよ、マジである、マジであるよ。ミスった、おるぞマジで、一発目であるか、最高の1位1レース目で1位、俺がこの企画をぶっ壊す。よっしゃー、一発目で企画終了。この動画って広告つくのかな、悪くないね。しゃーほらーしゃー、ロンキー入んなかったわ。ということでご視聴ありがとうございました。